こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。車中泊を利用してお得に名古屋で泊まりました。地元ですのでただ泊まりに行っただけです。それではどうぞ。はじめに車中泊について説明します。車中泊は名古屋市独自の宿泊割引制度です。愛知県および隣接県限定ですが、名古屋市内宿泊代金が最大1人5000円割引になるというものです。私の場合は割引の紙宿泊券を購入します。申し込みページに移動すると公演一覧となりますが、イベントのシステムを利用しているようです。会員登録とかしなくてはいけませんが、2人だと1万円割引されます。つまり2万円の宿泊券を1万円で購入するということです。予約完了のメールが来ました。実際にファミリーマートに行って宿泊券を1万円分買いました。次に名古屋マリオットアソシアホテルを予約します。一番安い部屋で33,320円ですが、ちょっと前に予約したので24,645円で予約してあります。どこまでアップグレードしていただけるのでしょうか。マリオットの上級会員ですとスイートナイトアワードがもらえます。これはアップグレードのリクエストを事前にできるというものです。もちろんスイートを指定することができます。これで空きがあればスイートに泊まることができます。コロナが落ち着いてきたら旅行業界は活況を呈しています。車中泊とか県民割とかの影響もあるのでしょうか。じゃらんでは満室です。マリオットの公式サイトでも6月いっぱいは満室の情報です。やはりスイートへのアップグレードはキャンセルされてしまいました。結局スイートナイトアワードは使うことがありませんでした。6月27日、せっかくですので名古屋に泊まりに出かけます。名古屋マリオットアソシアホテルは名古屋駅の真上にあります。部屋は41階です。ちょっとはアップグレードをしていただけたのでしょうか。41階からの眺めはこんなものです。大阪のあべのハルカスは怖いぐらいでしたね。リニアの開通を見込んで再開発が進んでいます。所用で町の方に出かけます。またホテルに戻って36階にあるエリートラウンジです。私は無料ですがビジターだと6000円もします。落ち着いたラウンジです。36階のそのラウンジからの眺めです。飲
見放題、食べ放題ですが、節度を持った行動を心がけます。食べ物はおつまみ程度ですが、私はこれで十分です。日が沈んでいきます。遮るものはありません。6月28日、ホテルは空調が程よいので、朝までぐっすりです。朝6時半の朝食にもう並んでいます。名古屋名物のきしめんやひつまぶしもあります。食べるので一生懸命でしたが、岐阜の花が飾られていました。ホテルのレセプションは15階にあり、レストランもこの階です。24,645円の宿泊代のうち2万円分を車地泊で払い、精算は4,645円です。結局14,645円で泊まったことになります。これで帰ります。ただ泊まっただけなのでもったいなかったかな。ホテルは JR セントラルタワーズの中にあるので、外に出ないと全容が分かりません。いかがでしたか？旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。